テルネーゼンは、オランダ南西部のゼーラント州、ゼウス・フラーンデレン地域の中部に位置する基礎自治体、都市。人口は5万5千人以上と、自治体としては、州内最多である。テルヌーゼンとも言う。テルネーゼン市は西スヘルト三角州の南岸に位置し、2003年3月に、開通した西、スヘルトトンネルによって、オランダの他の地域と通じている。 鉄道路線はなく、ベルギーのヘントとの間には、ダウケミカルが貨物船を運行するのみである。テルネー全旅客鉄道は1951年に営業をやめた。歴史上の初出は1325年。現在のベルギーのヘントに至る運河上の戦略的要衝で、ヘントテルネー全運河は、現在も重要な海上交通路である。テルネー全港は、 ロッテルダムとアムステルダムに次ぐ国内第三の港で運河の西岸にはアメリカ合衆国国外で最大のダウケミカルの工場が置かれている。フレデリック・マリアットの小説、幽霊船やリハルト・アーグナーのオペラ、サマヨエル・オランダ人に登場するフライング・ダッチマンのファンデル・鉄拳船長はテルネーゼンを拠点にしていたとされる。1584年に都市権を与えられ。 1877年以前は、ネーゼンと呼ばれていた。ありがとうございます。